はい、どうも、こんにちは。暇人27号です。ボーロボ日本公式アカウントフォロワー数1万人達成おめでとうございます。これからも頑張ってください。はい。ね、意外、なんかね、ちゃっかりフォローしてもらってるんでね、嬉しいですね。はい。まあ、ただ、まあ、そういうのをいろいろ置いといて、今回はですね、K ロボットでタスクをやると。いう感じですね。バトル1回で K ロボで15万ダメ、そして K ロボで敵ビーコンを、何個だっけ、8個だっけな、変えるタスクですね。まあビーコンに関しては1回のバトルでじゃないので、まあできれば1回のバトルで多く取りたいなっていうぐらいな感じでいきますけども。で、まあ15万ダメぐらいに、ね、結構、K ロボ入れればすぐ終わるんで、やりますが、そうですね、編成がですね、ピナスト、マグゲパ、アフィピナ、ジェシー、タラマグ、ガレスですね。はい。で、5機目には、トレブッチ、一応遠距離マップが出た時用にトレブッチですね。まあ、そうですね、支配ですね。一応ビーコンラッシュよりビーコン取りやすいかなと思って支配なんですけども、なんということでしょう。またですね、撮影するといつもここしか出ないんですよね。なんでかわかんないんですけど、なんかね、悟られてるんじゃないかと。引きがいいのか悪いのか、キャニオンでございます。はい。とてもショックですね。まあ、非常に、まあ、いわゆる遠距離マップと呼ばれるマップですよね、キャニオン。で、ここでの景気帯の立ち回りなんですけど、もう今の環境ではっきり言って、景気帯居場所がほぼないに等しいんですよね。で、よりによって、このね、遠距離マップっていうのがまた痛いですね。遮蔽物から遮蔽物への距離も遠いですし、まあ、もっと大回りすればよかったかなっていうふうに思いますけど、まあ非常に立ち回りづらいマップですね、キャニオンは。だから、まあ、いわゆる遠距離マップっていうのは、先にビーコンを取り、それをどう維持するかですよね、戦い方的には。なかなか今の環境でね、取り合いっていうのはね、特に支配なんかは難しいかなっていう。まあ、分隊組んで役割分担すればうまくいくのかなっていうふうには思うんですけど、こうローラーだとね、なかなかしんどいですね。私前に出て、まあ、倒したいから前に出るんですけど、これ右からフィナタに、や、フィナ、ウルカンか、にやられると。これは私の完全にミスですね。で、もっとね、機体大事にすればよかったなって今思うんですけど、まあしょうがない。で、まあ遠距離でイモローということで、トレブッチ必要ですね。で、やっぱりこう、円卓じゃないや、ダッシュ狙いということで、ダッシュ狙っていきます。で、またこれもね、私、こう、すっと右が飽きちゃったんですけど、やっぱり、ハイスパがね、痛い。ハイスパも痛いし、敵の遠距離多くて、敵さんバランス良かったですね、この試合は。で、序盤結構ね、ビーコン取れるんですけど、またこれがね、また痛いところで、なんでしょう。序盤にガンガン行きすぎて機体を消費しすぎると、後半持たなくなるんですよね、これ。なので、まあ、前衛がいなきゃ元も子もないんですけど、これね、6分残して残り2体っていう、これは完全にミスですね。で、マグゲパ、まあ、相手トレビューをひたすら注意すればいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、そういうわけにもいかず、まあ、あとハイスパですね、痛いのは。で、ここで左行けると思いきやライノが来るんですよ。で、あのライノがまさかのハイスパっていう、あれがね、オルピナライノとかタラマグライノだったらまだワンチャンあったんですけど、ハイスパ、それもなかなかレベルの高いハイスパでして、射程外に出るんですけど、まあハイスパライドもこうなってくると怖いですね。足が速くて、
でマグゲパ何もできずにやられます。でラスキジェシーで武器がアフィがね2本しかないのでピナタをつけたアフィですね。これ本当にねだから遠距離マップはね厳しいね。ゼニットが欲しくなるね。ゼニノリナタが欲しくなった試合でしたね。でこのライノのねハイスパがまあ強いんですよ。落とせると思いきやトレブにやられゼウスにやられで勝つ愛で負けですね。これはちょっとね敵の作戦にやられましたね、序盤持って後半とずるという。まあ遠距離マップはだいたいそれパターンですね。後半の5分でどう出るか、それまでにどこまで機体を残せるかですね。まあ、あと軽機体本当に場所がない、体力低くて火力がなくて足も遅いじゃないですか。もう今ダッシュと比べちゃうと、なのでもう足を犠牲にして火力と耐久値だけって上げた方が今の環境生き残りやすいのかなっていうふうに思いました。残念ながらビーコンもたったの2個で、悲しいですね。まあ、近距離マップでならまたうまく立ち回れるのかなっていうふうに思いますけど、はい。というわけで今回はこの辺でおしまいにいたします。ご視聴ありがとうございました。